はい。えー、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の25日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ねえ、なかなかこう雨が止まないなというか天気が良くならないななんていう感じがして気分がね、どうしてもね、こういう時って乗らなかったりとかテンションが落ちてしまったりとかすると思うんですけれども、えーまあ、私もね、晴れの方が好きなんですが、まあ、ただまあ雨の時は雨の時でこうちょっといい、えー、楽しみをこう発見しようかななんていうふうに思って おりまして、あの、東京なんかだと、例えばね、銀座とか、あと私すごい好きなのが、原宿からあの、表参道にかけてのね、あの、道なんかは、 あの、まあ、これがね、ちょっと雨の日は雨の日で、その濡れた感じの路面とかが、写真とかに撮るとね、なんかすごい綺麗な感じに見えたりとかするんですよ。あこういう時はまあ雨の日って、えー、ちょっと素敵だな、なんていうふうに思う瞬間があったりとか、あとは、最近なんかこう、雨の音ともに聞く、共に聞くジャズとか、なんか YouTube とかでよく上がってませんかあれはあれでいいですよね。 雨の音ってちょっと落ち着くんだな、なんていう風に思うんですけど、どっちかつとあの蒸し暑いのが嫌ですね。えー、まあそんな感じがしますけれども、まあそういうね,ね、人生こう波がいろいろありますから、まあ人生というかまあ天気もですね、こういう波がありますから、そんな時も、 ちょっとした楽しみをこう発見したりとかするとお、なかなかね、まあそういう時期はそういう時期でっていうふうに思えるんじゃないかな、なんていうところで、えー、25日目25条に入っていくことにしましょう。何の話してんだっていう感じですけどね。はい、えー、では25条を見ていきましょう。聴聞手続きについて今見ておりますけれども、昨日はですね、主催者が作る書類ということで、聴聞聴書っていう書類と、 報告書っていう書類、2種類あるんだ、なんていうことをお話ししたんですね。 で、弔問調書と報告書っていうのは、弔問調書はですね、これは議事録みたいなものなんですね。なので、まあ、審理の経過であるとか、陳述の用紙であるとか、まあ、具体的にその弔問の記述においてですね、誰が何を言ったかなんていうことをですね、記録をしている、そういう議事録なんですよ。これが弔問調書、各記述ごとに作成をします。それに対して、弔問が一通り終わったらですね、まあ、一通りの結果を踏まえて、主催者の意見を付した、あ 報告書というものも主催者は作るんですね。ここには主催者の意見を書くんだ、なんていうことを学習しました。で、25条は、まあ、これもちょっと特殊なパターンではあるんですが、弔問手続き一旦終了したんだけど、一旦終了したんですけれども、実際にその不利益処分をする、不利益処分決定に至るまでに、実は重要な事実がさらに発覚したとかね。 今回処分をするにあたって、で、えー、まあ、行政も認定している事実があったりとかして、で、それに基づいて聴聞手続きやったりとかしていたんだけれども、実はこれ見逃していた、そういった事実が発覚したとかで、もう一回これ聴聞手続きやり直した方がいいんじゃないかな、こんな風に思った場合、これは聴聞の再開というのをすることができることになります。25条、どういう規定か見ていくことにしましょう。 25条はこう書いてありますね。行政庁は弔問の集結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるとき、まあ結構特殊なパターンだとは思いますが、まあ重要な事実が発覚したんだ。まあこういうような場合には、主催者に対し、全条第3項の規定により、提出された報告書を返礼して、弔、え、問、ー、の再開を命ずることができると。こういうふうになっているわけなんです。 行政としては、見逃していた重要な事実が発覚したから、主催者にもう一回聴聞再開するぞ、こういうふうにですね、命ずることができるんだ。ここでもやっぱりあの行政庁と主催者の関係って、なんかもう,う、行政が上でなんか主催者したみたいなね、関係性がなんかちょっと見て取れるな、なんていう感じもするんですけど、こういう命ずることができるんだ、こういうふうになっているんだ、ということなんですが、 大事なのが、大事なのが、全上第三項の規定により提出された報告書を、えー、返礼すると、返す、戻すで、ね、返礼っていう言い方をするんですね。で、えー、弔問調書と報告書を主催者作ってますでしょで、両方とも渡してるんですよ。両方とも渡しているんだけれども、弔問を再開した場合に、各記述ごとに作った聴聞調書っていうのは、これは議事録だから、特に変更ないですよね。 え、また、それを変えるってことはないですよね。今までの記録だから。なんですが、報告書っていうのは、一通り終わった後に主催者の意見を付すということになるんですけど、これ重要な事実を発覚した、重要な事実が発覚したということは、もう一回聴聞をですね、再開して、聴聞手続きをやり直して、いろんな陳述をしたりとかですね、行政庁も説明したりすることによって、主催者は意見を変える可能性が高いですよね。 報告事項というのは変わるということになりますよね。従いまして、報告書のみを返礼して、えー、返して主催者に戻して、じゃあもう一回弔問をですね、再開して、報告書、新しい報告書をもう一回あげましょうと。 えー、弔問を再開して、で、また期日が設定されるわけだから、それはそれで弔問調書を追加で作るんですね。で、プラス、報告書、新しい報告書また行政庁に出してくださいね、と。こういう手続きが弔問の再開ということになってまいります。 で、第22条の2項、本文、および3項の規定はこの場合について順用するというふうになっておりますが、まあ、22条の規定というのはこれ、聴聞の期日、この続行期日を設定した場合、えー、ということになりますから、えー、まあ、弔問をですね、もともと2日間で聴聞手続きやるぞというふうに思ってたのを3日間にするなんていう場合はですね、期日をさらに指定をして、で、それを通知を出すと、当事者とか参加人に通知を出すという規定が22条の2項 にあったわけなんで、すがで3項は工事送達のね、話が書いてありましたけれども、22条2項3項のところというのは、要するに、えー、またね、こう、弔問再開しますよっていう通知を出すっていうところに関しては、22条の2項と3項のところ、そのまま使いますよと、まあ、当事者とか参加人に再開をする、えー、日時とかを伝えますよというふうに言ってるだけなんですね。まあ、ここはそれほど重要じゃありませんが、25条のところ、 重要なのは、どの書類を、えー、主催者に戻すか。行政庁は受け取ってた弔問調書と報告書のうち報告書のみを返礼する。報告書のみを返礼するんだと。ここをしっかり押さえていただければなというふうに思っております。じゃあ、25条については以上ということにさせていただきたいと思います。えー、お疲れ様でした。